ネレードアベニュー駅はニューヨーク市地下鉄 IRT ホワイトプレーンズロード線の駅である。ブロンクスク・ウェイクフィールドのネレードアベニューとホワイトプレーンズロードの交差点に位置し、2系統が終日、5系統がラッシュ時混雑方向へ向かう列車が停車する。5系統はすべて終点。 すべての2系統の列車は次のウェイクフィールド -241 丁目駅が終点となっている。駅は1917年3月31日に IRT ホワイトプレーンズロード線の東219丁目駅、当駅間の延伸開業とともに東238丁目駅として開業した。その後1920年12月13日に ベイクフィールド -241 丁目駅へ延伸されるまでの約3年間、当駅はホワイトプレーンズロード線の北端駅であった。駅は観光線2線と急行線1線、相対式ホーム2面を有した2面3線の高架駅である。駅の北側では、北港観光線と急行線から239丁目車両基地への連絡線が分岐。 北高観光線が上昇しその下を連絡船が、もぐり239丁目車両基地へ向かう。駅には2006年にノエル・コープランドにより製作されたアートワーク、リーフ・オブ・ライフが飾られている。当駅には、ホームの下に改札街があり、駅の中央に改札口がある。改札街から地上へは、ネレード・アベニューとホワイト・プレーンズ・ロード線の 交差点北西と同交差点南東へ降りる階段がそれぞれ一つずつ、計二つある。ありがとうございます。